も皆さん、森のリーナです。今日の動画は毛穴悩みを解消したい方必見の動画になっています。毛穴ってとにかくいじっちゃダメって言われてるじゃないですか。そう言われているから今まで放っておいては見たものの、なんか前より毛穴は広がっちゃってるなとか、黒ずみもいやいや増えてるじゃんなんて体験したことありません？そうなんですよ、やっぱり毛穴ケアは必要なんです。ただ毛穴といっても1種類ではなく、いろいろ種類があるので、その自分の今の毛穴悩みがどれに当てはまるのかっていうのを今日の動画で診断していただき、その結果に基づいて原因や解消方法などをお伝えしていきます。1ヶ月ぐらい実際に実践してみて効果などあったら、よかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。それで始まります。スタート。 T ゾーン、小鼻周り、もしくは頬、どちらが気になるか教えてください。T ゾーン、小鼻周りを選んだあなたに3つ質問していきます。 A、B、C のうち一番どれが多かったかを最後に教えてください。あなたの悩んでいる毛穴の見た目はどれに当てはまりますか？ A、黒い、 B、白い、 C、茶色い。毛穴の触り心地は A、ザラザラしてる、 B、凹凸はあるけど硬くはない、 C、つるんとしている。現在の肌状態は A、 皮脂分泌は多い、 B、 乾燥肌、 C、 日焼けしている。診断結果、 A が多い方は黒ずみ毛穴、 B が多い方は白い詰まり毛穴、 C の方はメラニン毛穴。A が多かったのに黒いけど、でも触ると特にザラつきはない、むしろちょっと陥没してる感じがするな、ファンデーションもすごい溜まってるなという方は、もしかしたら開き毛穴が原因で毛穴が黒く目立ってしまっているかもしれません。となると角栓ケアだけではなく美容医療の力も借りる必要があるかもしれないので紹介していきます。頬を選んだあなたへ、さっぱりめなクレンジング、洗顔料を使っているか、はいの方は D、 いいえの方は E。 ニキビができるのが怖くてクリームや乳液を省いてしまいがち、はいの方は D、 いいえの方は E。 マスクを外すとすぐに跡が元に戻らない、はいの方は D、 いいの方はいいえ。毛穴周りがくすんで見える、いいえの方は D、はいの方は E。 肌がしぼんで毛穴周りがへこんでいる、いいえの方は D、 E の方ははい。診断結果、 D が多い人はたるみ毛穴、 E が多い人は乾燥毛穴。ここからは小鼻周り T ゾーンの毛穴悩みの診断結果と特徴、原因、解決策、各項目ごとに紹介していきます。診断結果で A が多かった方は黒ずみ毛穴、特徴としては毛穴の中が黒い、触り心地がザラザラしている。原因としては皮脂の分泌量が多い方に当てはまりやすい、古い角質や皮脂が混ざり合ってできた角栓が酸化して黒ずんでしまったものが黒ずみ毛穴です。その角栓っていう塊が大きくなって毛穴から溢れ出ていることも多いので、ザラッとした手触りになりがちです。そして肌質的には角質が厚く肌の表面も硬く感じる方に多いです。実はね、黒ずみ毛穴って毛穴の中に産毛がたくさん詰まっちゃっていることが原因の一つにもなるので、脱毛されると少しね、この黒ずみ毛穴が改善されるケースもあります。現に私はこのタイプでした。解決策を紹介します。この黒ずみ毛穴は白い角栓が酸化することによって黒ずんでしまうので、白い角栓を正常に排出しやすいようなサイクルを日々のスキンケアで作る必要があります。対策方法としては、乳液は小鼻にもしっかりと丁寧に塗る、結構クリームだったり乳液は油分が多く含まれているものなので、テカっちゃうのが怖くて少なめに、もしくは省いちゃったりする方もいると思うんですけど、これを省いてしまうと肌が硬くなってしまい、洗顔時クレンジングの時に排出しづらい毛穴が出来上がってしまうので必ず塗る。そして朝の洗顔の際に洗顔料を使う、お湯とかぬるま湯だけで洗う方もいると思うんですけど、寝てる間にも角質って出来上がるので、洗顔料を使うことで肌のターンオーバーも正常に保てますし、古い皮脂、角質などを落とすことができます。そしてとにかく肌を乾燥させない、
ない。肌は乾燥するとターンオーバーが早くなって未成熟な角質ができてしまいます。これは剥がれ落ちる機能も低下してしまい、角質たちの行き先は毛穴になります。これが角栓となってしまいます。なので肌を乾燥させないためには水分6割油分4割の割合で丁寧なスキンケアを心がけます。私が思うおすすめの乳液、肌の柔軟性をしっかり保ってくれてるなと思ったアイテムはオバジのリフトエマルジョン、イプサ、B が多かった方、つまり毛穴、白い角栓ですね。特徴としては黒ずみ毛穴になってしまう一歩手前の角栓です。この白い角栓が酸化してしまうことによって A の黒ずみ毛穴になります。小鼻周辺にできやすいです。白い角栓を作り出してしまう原因は乾燥と汚れの洗い残し、例としては洗顔料を朝使わないよって古い皮脂だったり角質がそのまま毛穴に居座ってしまって角栓を作ってしまう、洗顔が不十分だと少しずつ角栓が大きくなってしまって毛穴を押し広げてしまいます。なので開き毛穴の引き金にもなります。取り出したくなっちゃうと思うんですけど、結局は数日後にまた戻ってきてしまうケースが多いです。解決策としては黒ずんでしまう前にケアすることが大切です。無理やり取ったり吸引することは逆効果、基本的には毎日のスキンケア、丁寧なクレンジングや洗顔で毛穴の汚れをしっかりと取り除き、毛穴周りの肌の柔軟性を保つために化粧水や美容液などでしっかりと丁寧に保湿することが大事です。無理やり取り出さないためのおすすめのケア方法としては蒸しタオルと乳液ピーリングです。ホットタオルを顔にのせることで毛穴が開いて中で蒸気が発生します。それによって古い角質もふやけて毛穴に詰まった角栓を浮き上がらせることができます。角栓が浮いてきたらいつも通り丁寧な洗顔、押し洗いする洗顔方法で洗い流します。C が多かった方はメラニン毛穴に該当します。角栓詰まりの毛穴悩みと見間違われることが多いんですけど、ケア方法っていうのが全く異なるので区別する必要があります。特徴は黒に近いけどそれよりも薄い色で茶色に見えます。で色がついている部分としては毛穴の外側に色素沈着しているのでよく見るとドーナツ状に黒ずんでいます。触ってみるとザラつきはなくつるんとしています。大きな要因としては紫外線の影響になります。解決策としてはその名の通りメラニンが正体なので紫外線が直接当たっている量を減らすことが大事なので日焼け止めを塗ります。本当に解決策は紫外線を避ける、そのために日焼け止めをしっかり塗る。日焼け止め塗らなきゃいけないのはわかるんだけども、なんか毛穴に詰まっちゃう感じが気になる、そういった方には酸化亜鉛、シクロペンタシロキサンとグリシン、これらは毛穴詰まりのきっかけにもなる成分でもあるのでこれらを避けた日焼け止めを使うのがおすすめです。続いて冒頭で頬を選んだあなたへ、 D が多かったたるみ毛穴、特徴としては頬の毛穴が開いていてメイクをするとより目立ってしまう、毛穴の色が肌色、30代から気になり始めることが多い、肌の加齢たるみが原因なので毛穴の形が楕円型、確認の仕方があって頬をこんな感じで人差し指でちょっと引っ張るような感じにした時に毛穴が目立ちにくくなったら今あるここの毛穴はたるみ毛穴と言っていいです。原因としては肌の張り不足、根本的な原因でいうとコラーゲンだったりエラスチンの機能が破壊されて少し肌が緩くなってしまっている状態に肌にたるみが引き起こってしまい毛穴も一緒に縦長に楕円型に伸びてしまいます。解決策としては完全にホームケア、スキンケアだけで回すのは難しい、なので美容医療に頼るのが個人的には一番手っ取り早いし確実だなと思います。それ以外でできること、ちょっと目立たなくさせたいな、できればホームケアで済ませたいなという方には保湿や張りを与えるケアで肌をふくらさせて毛穴自体を少し目立たなくさせることはできます。これは予防になってしまうんですけど、たるみの進行を緩やかにさせるために日焼け止めをしっかりと、もう夏以外も塗る、ビタミン C や A
例えばレチノールだったり、コラーゲンを増やす成分が配合されたスキンケアを使う。あとは化粧水でしっかりと水分補給をさせてあげることによって肌のキメが整うので、毛穴がキュッと引き締まってるように見せて目立たなくさせることができます。他の項目でも紹介しているんですけど、オバジのリフトエマルジョン開き毛穴に関してはクレーターと同じ治療を行う必要があるので、美容医療をこちらで紹介しているので、気になる方はこちらに飛んでチェックしてみてください。 E が多かった乾燥毛穴、特徴としては肌がしぼんで毛穴周りがへこんでいる、それが影により毛穴も大きく見えてしまう。肌の状態的には洗顔後に肌が突っ張りやすい乾燥毛穴の原因なんですけど、まあ、これをね、私もたまになっちゃうんですけど、洗浄力の強いものだったりスクラブを頻繁に使っている方、そして紫外線対策をしていない、加齢の原因っていうのもあるんですけど、紫外線って当たってるだけでも水分が蒸発されてしまうものなので、しっかりとね、日焼け止めは塗る。で、日焼け止めによっても乾燥することがあるので、家に帰ったらすぐに日焼け止めを落として、水分6割油分4割のスキンケアを日々徹底する。シンプルだけど、これをしっかりできているかできていないかで水分と肌の変化は感じられると思うので、よかったらちょっと頭の隅に入れて日々のケアを気をつけてみてください。解決策としては美容医療、再生治療系のもの、こちらの秒数で紹介しているので、気になる方は後でチェックしてみてください。洗顔料はセラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン系の保湿成分が入っているもの、水分をとにかく持続させることが乾燥ケアにとっては大事なので、水分6割なんならもうちょっと気持ちは7割ぐらいにもう化粧水をたっぷりと入れ込んで、残りは油分っていう感じの割合で日々しっかりとスキンケアを徹底する。やっぱね、乾燥ケアなって潤いを与えるに越したことはないので、潤いを保てるような洗顔料を使うのがおすすめです。個人的にここ数年使っててよかったなと思ったもの、トワニの洗顔料、そしてマナラ、これはね、朝の洗顔におすすめです。この2つがとってもおすすめしたい洗顔料です。美容医療を紹介していきます。一つはダーマペン。ダーマペンは極細の針を肌に刺すことで肌の本来の回復力を引き出す治療法になってます。 CO2 フラクショナルレーザーよりも針が深いので、よりねしっかりと開き毛穴にアプローチすることができます。効果の出方としては、ニキビ跡や毛穴、肌質の改善には3回から6回で効果が出てくるそうです。メリットとしては、 CO2 フラクショナルレーザーよりも深い開き毛穴の治療ができます。デメリットとしては、かなり痛みが出ます。血も出ます。ダウンタイムが長いです。続いて、フラクショナルレーザー。ダーマペンするほどではないけど、もう少しマイルドなもの。例えば、脂性肌で皮脂過剰分泌がきっかけで開き毛穴になってしまっている方におすすめです。機械の働き方としては、レーザーによって肌表面の穴を開け、肌を塞ぐための再生能力を生かして毛穴を縮めてくれる効果があります。一般的には5回から10回程度で効果が出てくるそうです。メリットとしては、加齢によるたるみ毛穴に効果があります。肌のキメが整う、小じわを目立たなくさせてくれます。デメリットとしては、クレーターなど深い傷を治すのは難しい、痛みと長めのダウンタイムが伴います。日にちとしては3日から1週間くらい、強めにレーザーを当ててしまうと1週間から2週間。続いて、ピコフラクショナルレーザー。 CO2 フラクショナルレーザーだったりダーマペンってやっぱり痛いんですよ。効果が出たとしても痛くて続けられない、じゃあ意味がないっていう方には、こちらのピコフラクショナルレーザーがおすすめです。働き方としては、 CO2 は表面に穴を開ける、ピコフラクショナルレーザーは内部に衝撃波で空洞を作ります。なのでクリニックによっても当日からメイクもできちゃうっていうくらい、ダウンタイムはかなりライトです。毛穴を引き締める仕組みとしては、空洞の刺激で肌の中にあるコラーゲンを増やしてくれたり、コラーゲン増殖が活性化されてエラスチンが再生されるという仕組みです。シワ、ニキビ跡、毛穴の開きなどが期待できます。芸人のバービーさんはニキビ跡のクレーターだったりを治療するのにも400万ぐらいかけていろいろ試したそうなんですけど、結果的にこの痛くなく続けやすかったこのピコレーザーでかなりクレーターが浅くなったそうです。メリットとしては、他のレーザー治療よりもダウンタイムと痛みが少ない。デメリットとしては、ちょっと費用が高めだなっていう。基本的に回数を重ねる必要があるので、変化を感じるまでに時間がかかります。続いて、アグネス。
これ私今一番気になってるやつです。角栓の原因はほとんどが過剰な皮脂分泌なんですよ。なのでこのアグネスでできることは根本的な原因の皮脂腺を焼いて治療するというものになっています。効果の出方としてはニキビ跡や毛穴においては3回から6回で変化が見られるそうです。私的になんでこれが気になるかっていうと、他のレーザー治療に比べて明確に毛穴治療がしっかりできるっていうところです。皮脂の塊が酸化して黒くなってしまった黒ずみ毛穴、皮膚の中に詰まってしまった白い角栓の詰まり毛穴、しかもこれ真皮層に熱の刺激を与えるので皮膚とかと一緒で中に熱を与えるのでコラーゲンが生成されたり肌のキメを整えてくれたり張りを生まれさせてくれます。皮脂によって、広がってしまった毛穴だったり繰り返しできちゃう黒いポツポツを、根本的に、デメリットとしては一応治療器の針を使うので、ちょっと跡ができちゃったりとか内出血が起きます。はい、いかがだったでしょうか。今日は毛穴タイプ診断、そして原因と解消法についてお話しさせていただきました。毛穴はもう一生悩みが尽きないですよね。ちょっとケアを怠るとやっぱその時にできてしまった毛穴悩みは2ヶ月だとしたら2ヶ月怠けていた分を2ヶ月かけてケアしたところでこの2ヶ月前には戻れないんですよ。私が毛穴ケアをするきっかけになったのは18歳ぐらいの時にフィリピンの彼に、あれ黒ずみあるよ、なんで、女じゃん、ちゃんとケアしないよ、取ったりしないの、ちゃんとケアしてないのって言われていきなり始まったんですけど、これ私のちょっと失敗談なんですけど、それ言われたからやっぱ気になるじゃないですか。取っちゃったんですよ。その時に一定期間習慣化しちゃって治らない穴ができちゃったし、取って綺麗になったところも本当に数日すぐに戻ってきちゃったりとかして、ただただ肌を傷つけて終わり、プラマイゼロでもない、ただマイナスみたいな感じの結果になってしまって、でそこからめちゃくちゃリサーチをして今に至りました。実際にこの人頑張って毛穴ケア頑張って綺麗な肌になれたんだなって私を信じてやっていただけたらいいなと思います。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンぜひしていただけるととっても励みになります。それでは毛穴ケア頑張りましょう。またね。蒸しタオルの作り方としては、顔全体を覆えるサイズのタオルを濡らし、サランラップで巻き、レンジで1分。診断結果、 D が多い方はたるみ毛穴、 E が多い方は乾燥毛穴。